バレた。ポンと落としてます。バレちゃった。だからもう一回早くリベンジリベンジ。いやジャムさんにさ、ミヤコお前アイアン上手くなったな。ショートアイアン小暮よりライン出てるじゃないかって褒められた。ちょっとクロス少し直してつって。もう何も言えないんだって。負けてるんだから。いやもうちょっと自信になった。何も言えないんですよ僕は。小手橋やっぱいいわ。だから僕が小手橋苦いや回りたがらない理由分かりました、うん、パターンないから。だからそういう言い訳になるから。いや小手橋ねやっぱ難しいんですよ。え難しいよね。だからじゃあ逆のこと言っていいですか。アイアンであんだけ僕より上手いのになぜスコアが僕に絶対勝てないか。いやそれはさ、だから半年前の俺はあの、うん、下手だったけど今はだからさ、だから今言ったらちょっと分かんないよ。いやだからじゃあ今言ったら分かんないですよ。そしたら分かんない。じゃあそれなんていうの言い換えれば、じゃあ今言ったら分かんないですけどちょっと前のことを話しますね。どれだけパターが大事かって話。いやもちろんそれはそうよ。だってパターだけの人だもん。いやでもねその前にね、あのいや小暮ね、あの結構あのスプレーでグリーンガキがねあいつ聞いてんですよ。いや知ってんだよそれはって言ってたから。弱いって。いやだからジャムさんはもう小暮はどっちかって言ったらもう下で打つタイプって分かってる。で俺も上半身のタイプじゃんもともと。だからさ、あの下半身来ちゃってちょうどいいんですよ皆さん。で来て、だ前もそうだったな。両足つってからのゴルフ上手くなったじゃん。だいたいね、体どっか痛い方がいいんだから。トランプセット飲んでアンダー出したんだから。そうだよ。これはもう知ってる人しか知らないですけど、あの痛み止め飲んでアンダーパーだから。ドーピングだったのもね。だから違う、どっか痛い方が制御するんですよ。そうなんだよね、無理しないんだよね。だってあの7番アイアンの右からこうプンッとこうストレートフックを、ストレートフックって言葉ある。いや、あの結構なフック。だからいいって自分が勝ったからしょ。気持ちよくなって。いやまあ当分出さないな、これ全部終わった後出すから。ちなみに今日10月1日あ、カレンダー。いやだから当分いけないからちょうどよかったよ。え当分コースいけないじゃんお前だって、ね、キャディしたりするんだから。ちょうどいい俺の練習にのモチベーションになったよこれ。ちょっとミドルアイアンを鍛えてったらいいぞって知ってます。アイアン、宮津さんがアイアンあんな感じだったらドライバー飛ばないから。いやドライバーいらない、もう距離いらないの。白からやったら230ヤードポンってキャリー出してくれんの。230ヤードキャリーってね、楽勝、楽勝。230は10月1日、あ来週だもん PCR 検査だろ、うん、まあだからキャディやった次の週あたりに本当はいけるってさ。もう分かってるんですよ。まあ大体ねちょっと浮いちゃうの、あの体が。分かる分かる、全部右ベロベロだもん、ね、なんつうの重心がね、ちょっと高くなっちゃって、うんうん、いやでもあれそれでもね勝たなきゃいけなかったの、それでも。だから俺本当にあのね、あの小手足のアプローチ下手なの。いや下手じゃないけど、下手じゃないけど、いやもうだって嫌がって回れないもんだって。いやあれ何回か回ってたらもうお前なんか多分し、まあ、これ突っ込んでいいグリーンだとか分かるから。そういやいいんですいいんです、僕だから小手足を回って、病気になった人間だから。3度でしょ、うん、あもう全然もう小手足いらっしゃいだ。さて駒の家帰ろうかな。あこれ本当にジャムさんの言う通りじゃない、しばらく言われるぞ。いや一生言われるぞって。いや一生言うのはコースで勝った時だな。いや分かりました、うん、じゃあ近々10月下旬で、まあ、ちょっと練習しとった方がいいぞ。さあ帰ろ。いやあのスクワットした方がいいよ。体幹はあんま強いの分かってんな。それは見えてたんでしょ。俺はもうどっちにしろあれなんだから
ケツ痛くて寝坊してくるんだから。寝坊してねえもんお前の毎日よりは全然早い。もうスタイル変えないね。早くちょっと俺は見てやるから早く打てよ。いやだから、ね、僕より上手いんだからいいですよ。僕より上手いんだから。アイアン。ショートアイアンね。全然飛ばないですよ。だって俺ら回ってた時の風やん。俺撮ってんのかな。超クローズにしてます。最初から言っちゃって。ああ、はい、ちょっと狭いコースでこう枠に収めたいから、うまいばっかりですね。そこに出そうっていう、こううまいばっかり言っちゃうから、後ろが全くない。なくなっちゃった。バンは。すぐ降りてきちゃうの、これ。本当ね、熊本、俺ね、あそこね、ティーショット全くイメージ出ないから。うん。いや、ちょっと安心してくれない。だって。ちょっと250、60でライナーで収めときゃ、うん、もう全然それで十分っちゃ十分。じゃあ宮下さんのコースや。宮下さんどうなの。宮下さんあそこまでドロー打てないの。ドローは無理だと思う、ね、ドローの人はもうやばいと。だから宮下さんイメージはね、ドローのイメージがなくなっちゃうから俺ね、ほんとね。そうダメ。ドローってフックしか打てないんだからイメージなくなることないよ俺は。どんな、だって大洗の2番でもドローしかイメージ出ないんだ。あれどうするんですか。いや、あのね、大洗の2番は左の OB ギリギリに差し込むか、あの3番ホールのグリーンに行っちゃう。いや、行かないから全然フェアウェイ取ってくから。1回ね、3番ホールからね、うん、ティーグランドに行って4番ホールのティーグランドの方を打ってって、うん、で、3度でグリーン越えて、うん、パーオンさせたことはある。すごいですね。前の組誰もいなかったですか。いや、佐藤社長がかあの前の組だったから戻ってきた。いいよ、打ってっつって。そんな、大体あそこスライスで越えていかないから。スライスしたんですか。あ、プッシュ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 スライス。うん、パーン。なんでしょうね、あのね、打つ時に余計のね、残像がね。パッてこう、あって思った時でもうすげえキャッチってんです。打つ前に余儀ったら絶対ないショット出ないよね。拒否反応。うわ、もう球見えねえや。え、そうですか。左振り、ちょっとカッパキです。一番嫌なやつ。いや、これでもそんな嫌いじゃないでしょ。そう、嫌いじゃない。ね、こっち連発ですよ、僕。こっちのコスラがね、連発しちゃう。こっちはね、あそこ左目でやってんのよ。あ、そっか。そう。しゃ。あれ、ね、何、どこ行くのあいつは。いや、あれ、本当に食いてるな。うん、来たよ。本当だ。そう。今、鳴ってますよ。アンディいるかな。もうデュオやっていった。
もう痩せて疲れちゃった。体力が、持久力、もう俺痩せたからいいじゃん。いやなんて。でもジャンプがちょっと軽くなる。足噛むんだあいつ、高い。まあカート引かれないように。そうそうそう。はい。っていうかもうカート行ってるぞじゃん。はい。左。あんな飛ばない。いや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 。こすらにしてください、こすらに。あ、そっちそっちそっち。今のね、右肩のツッコミはね、ジェットさんでした。確実に今、立尾さんの出方してました。右肩は。もうね、左にジャンボさんいたら受けないよ。出ないですよ。万が一当たっちゃったらやばいじゃん。誰でしたっけ、ジャンボさんの頭。あ、僕です。目の前スッて言った。目の前スッて言ったのこいつろ？で、昔の練習場で、うん、いや、大悟のおっちゃんだよ。大悟さん。いや、でもメッサーは触れてたっすよ。本当？うん。だって出だし235ピンで、これで、クリークでバンカー入れてたんですよ。ちょっと足んなくて。そっから、まあ、で、乗っただけ。から4パットして、朝から。ワンピンがついちゃって。もう頭真っ白になっちゃったんですって。で、その2打で落ちたんですよ、メッサー。あのアマチュアの人2人も知ってる人たちで、止まらんだよ、とか言って。目も合わさねえよ、とか言って。それ合わせられないでしょ、って。プロの本気の方法止めたから。すっげえなのよ、ね、どこ今のちっちゃい音が分かりますか。大体こう左やのここの練習場で右から上げってあんまないですよね。アコーディアの座席から確かに、ね、確かに右からはやっぱ右になるとフォローになるねですよね。上げたら左ですもんね。今日なんかまっすぐ、まともたまにある。これ全く、ね、全く飛ばない球。ね、まともっすよね。うん、だから横上げっていうのはまだ飛ぶ可能性があるのかもしれないね。うん、ね、ちょっと逃げるんでしょうね、勢いが。どっちか。こうまともっていうのは本当に飛ばないですね。でもね、昨日ね試合やっててね、ずっと上げんすか。感じる時あるよね。あれもう、ね、皆さん撮ってんの？うわ、撮ってる一応。ずっとアゲンストに感じる時あるよね。あれじゃあですね。あ、今日俺の日じゃねえやと思ってずっとやったもん。あ、それはやっぱあるんだ、プロでも。あるっすね、思いながら。うん、でも調子いいやつはそういう感じねえんだろうな。うん、調子いいやつはアゲンストの方が球止まるしとかさ。あのさ、あの小手足カントリーの2日目。皆さん。2日間やったの？誰もいなかったの、しかも。まあね。でさ、練習するのもさ、うん、球拾ったりしなきゃいけないじゃん。どうせ2人で1カゴしくぐらいしか打てないのにさ、うん、じゃあ行っちゃうかっつって。だってバラバザなかったらいいんですよ。いや違う、ジャンボさんに行けって言われた。あ、そうなんだ。いやもうジャンボさんはどうしても俺に勝たせたかった。もう初日から俺の応援、ニャゴ倒してこいよ。最高の応援。僕は負けるわけないと思ってやって、でも途中審判とかでちょっとさ、でさ途中からこうあとこうチェック入り出すと俺がさミスするのよ。ジャムさんに見られるとちょっとさこうあのこれこう見てくれてる人のこれだけの話していい？俺さ結構さ小細工するのよ。ラウンド中にさ150度だからさこう交差ちょっとピーンとかさ、こうこちらは分かるさ、ラウンドして一緒に。ヤムさんなんかできない。なんできない。もう昨日のナオミさんが小バカさんついてたんで一緒だ。もう気抜けないんだ。全部フルスイングしなきゃいけなくなっちゃう。小細工をさ、こう
真面目な子をさ、パシャーンって言って、うん、でラウンドしてる。うん、実際やっぱりちょっとブレちゃう。やっぱね、ちょっと無理だな、俺。結構小手先プレーだ。そうだ、小手先プレー。だからこう、いや、だってそれゴルフは手先が大事だよ。アゲンストこう、アゲンストだったら、こうさ、意外にさ、こういう風にさ、うん、こういうふうにラウンドするんだけど、なんかさ、ジャモさん見てるとさ、バーンっていっちゃうのってやっちゃってさ、あちゃーって言ってるんだよね。そう。で、その辺さ、なんか宮下さんはさ、下半身がもう来ちゃってるから、うん、いや、お前だろうよ、来てんのは。お前さんに応援されるってのは光栄だわ。でもさ、全部見られてた、全ホール。3人でもようそんな楽しそうにする仕事ですね。すげえな、ほんと。熊本に負けじと、こっちもこっちで楽しくね。楽しく。いいね。ほんと。どうやってさ、その、ね、誰もいないの試合の帰りは、やっぱりこうね、プロの試合だから、やっぱりこうね、お葬式になるから。こっちはこっちで。お葬式ね。そりゃお葬式になりますよ。全員が全員いいスコアなんていうのは、まあ、めったないですから。確かに。あーどうしよう。この飛ばなさ加減。もう、熊本行ったらもう、おい、こいつら締めの挨拶しようって言って、帽子も入っちゃう。うんうん。まあ、しゃあないからもう、林さんがなんか、チームとなってる。え、2日目はどっかダウンしたの？あ、そうです。ゆっくり、はい。はい。僕だけ回って、うん、もうみんなゆっくりして、うん。で、本当は試合の最終組で、うん、みんなで回るかって言って、うん。そしたら、でも、和田さんは、直美さん見なきゃいけない。うん、うん、うん。ついてたのに、そっか、直美さん。でも、何でもできるよって言ったら、うん、で、すごい、ちょうどメッシさんが、明日直美さんか、なんて言ってたら、うん、サツさんと金子さんも送っちゃってた。あー、そっか、そっか。早く言ってくれれば送んなかったのに、はい、嘘で終わった。ちょっと何かして時間潰して、そうあれもう球拾いだ。そうです、15分だ。じゃあラストどんなボールを。真ん中のポールに、あの200のあの、うん、マンフックで。なんだ、最後の最後でそういうだから締めなんだから。いやもうね、ちょいドローでもう風と当たってストレートでいいじゃん。ね、トリッキーだ、最後の最後トリッキーなんだもん。気持ちは人のフィーリングのさ、ボロカスにしてさ。いや、勝手になくなってったんでしょうよ、それ。一応、あさって、どこ試合ですか。誰どこですか。いや、あのね、それ、再来週。連打。いや、連打も行かない。うん。ということで。来週、木下さんと金さんってどういうの。マジで、やべえ。どんな球？こすら。右手前から30ヤードのアプローチ。はい。今の時期やったらグリーン近くまで。でもやっぱ熊本日長かったですよ。30分違うんですよ。ああ、そうなんだ。うん、え、来週なジャパンオープン？来週ジャパンオープン。再来週。あ、再来週？三週目。あ、ジャパンオープン？あ、じゃあ今度もじゃないんだ。今週来るわけじゃないんだ。そう、明日来るんじゃなくて来週の。そうじゃあいいや。じゃあ完璧。じゃああれでいいや。車検いいんだ。日曜日とか。よっしゃ。